ルートとリーヌとサトミとコランとジェルとナナモリでーす。せーの、ひさとみでーす。さあ、ということで今日は12月の16日、ライブリハーサルも3日目ですよ。いやいや、もうね、2日間かましてみてみんなもうね、クタクタですよ。なんかね、初日の朝と比べてね、みんな老けた。もう久々やから。確かに、ね、ライブ自体もね、もう2年ぶりだして、やばいよ、もう本当に。さとちゃんでも小顔マッサージすごいやってるもん今。いや、もう俺今日ライブリハーサル本番だと思ってるから。当日だと思って小顔マッサージしてるから。本番ぐらいの気持ちで今ね、気合めちゃくちゃ入ってるから。ダブリ声してるマジで。そんぐらいの気持ちでね、やっぱりリハーサルやろうってみんなで話してたのに、やっぱ、さとちゃんの今回リハーサルの気合がすごいからね。すごいね。初日とかも、でも初日からもうね、そう、あれもすごかったよね。あれもな、僕は2日目もすごい気合入ってましたよ。2日目は初日は初日だったけど、僕2日目気合入ってた。なるほど、ね、やばい、誰も突っ込まない。やばい、突っ込んでもらいますちゃんと。まあ、初日ね、さとちゃんが遅刻して2日目ルーちゃんが遅刻して、俺びっくりしたのは3日目の今日、ルーちゃんとスタミコめちゃくちゃ早かった。俺3番目に来たんやけど、目がキラキラ。俺らちゃんと来たで、ね、遅くねみたいな顔で見てた俺のこと。すごいね。もう悪夢見たっつってたもんね。もう悪夢見て今日の朝起きたから、アラームが鳴る前に。なるほどね。いい教訓になったよね。うん、まあ、今後大きい、うん、いや大きいのでも遅刻してるな。うん、今までの教訓にしてないかもしれない。あの1ヶ月で切れる。効果は1ヶ月ぐらい。教訓が1ヶ月で切れる。緊張感短いな。さあ、ということでリハーサル3日目ですが、はい、引き続きに我々、今日もね、朝からかましていきますよ。はい、もうライブまでね、1ヶ月切っていて、1月9日まであと3週間とか、どしかしたらあっという間にライブだよね。今回もライブね、リハーサルも始まっていて、今目の前にセトリが書いてある紙もありますが、リヌ君ライブの中身どうですか。ちょっとリスナーさんに魅力伝えてあげてくださいよ。全部曲言っちゃうじゃん。みんな1曲目、1曲目は言えないよ。森の熊さんだろうが。なんでだよ。やらないだろ。かわいいな。ある日って。みんなびっくりで。いやでもすごい、めちゃめちゃいい瀬取りですよ、本当に。やばいよね。うん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 。ねえ、もうコース料理でいうと、ハンバーグ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 ぐらい、メインばっかり。メインしかない。高カロリーな瀬取りだよね。前菜とかないから。ない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 。瀬戸りどうですか、コロちゃん。いや、もう本当にやばいね。もう、あの、瀬戸りもそうだけど、やっぱね、アクションがすごいんじゃないかな、今回ね。アクション、アクション、こんなことや、こんなこと。え、映画、映画もう、ワイヤーアクションやっちゃうの。ないよ、ないよ。ついにその練習もね、しちゃってるからね、ジュル君ね。実は俺だけやってます。、ね、前だったらネタになったけど、ドームだとね、本当ワイヤーアクションあるんよ。公演によっては我々ないですからね。言っとくよ、ないよ。俺だけだよ、ジェル君。いい。俺だけだよ。ジェル君、マジで。いつか飛ぼうね。いつか、いつか飛ぼうね。いつか5人が下で俺が上で歌ってる。マジ怖すぎる。エンターテイナーだね。さすがだな。エンドレスプライド。さあ、さあ今日もね、リハーサル3日目。かましていきましょう。かましょう。最後、いつものあれでみんなで締めちゃっていいですか。はい、せーの、かましょう。